こんにちは。ありがとうございます。こんばんはか。暑かったね。暑かったっすね。いやでもいいライブだったな、2日間。来てくれた皆さんありがとうございました。ヘトヘトです。でも最高でした。ね。最高だったね。最高でしたよ。マジ、インスタライブするの超久しぶりなんですけど。嘘。はい、久しぶり？もう半いや1年半年ぐらい。半年ぐらいです。ナオさん結構やってますよね。ちょこちょこ。ちょこちょこやってるよ。なんかリアルタイム楽しいじゃん。うん。確かに。しかもライブ終わりはね、結構皆さんがチェックしてくれて。うん。お疲れ様って方ある。お疲れ様です。あ、福岡待ってます。来週ですね、福岡。来週だよ、うん、福岡ね。待っててください。かっこいいね。あ、どうやってやるんですか、これ。下っすか、下か。そう。あれ、それじゃない。あれ、それで。これですか。うん、その顔。はい、加工します。アディダスとかある。はい。お、すげえ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 。まあ名古屋にはまた11月に行きますけども。あ、すげえ。これやばい。あ、こんなんなんだ。すげえ初めて。変わんないな。いやしかし楽しいライブだったよ。楽しかったっすね。 Yes, we are のさ、はい、すごいよ。 Yes, we are のさ、ラララですか、ラララララってやつがさ、うん、いや素晴らしかったっすね。すごいのよ、皆さん大合唱が、うん、これがちょっとぜひライブ来る方、まあ皆さんもやってくれてたんですけど、日に日に大きくなってるわけ。そうですね。ぜひね、うん、福岡大丈夫、福岡ベベベ効果でもみんなもうガッツリ歌っちゃってください。うん。ガッツリ歌って。あの瞬間自分たち的にもテンション上がりますよね。ね。すごいテンション上がる、うん、そこは。さらっと俺さ、うん、曲のネタバレ言っちゃってるよね。いや、まあ、やらないわけない。イエスビアやりますよ。やってます。当たり前じゃないですか、だってもう。やらないわけない。やらないわけない。やります。やるんですか。イエスイヤーって思ってる人います。いない、いない、一人もいないですよ。うわイエスイヤーやるんだとか知っちゃった、残念っていう人いました。ごめんなさい、ほんとすいません。しだとしたらしっかりやります。でもイエスイヤーやらないっていうその発想もなかなかです。うん、すごい。なるほど。なんで交換するの？2人で映すの？はい、いいですね。あー、いいな。なんかさ、リュウジの方明るくない？なんか俺の携帯？わかんないです。確かちょっと明るいかもしれません。明るいよね。画面の明るさじゃないですか。あ、そういうこと？あ、なるほどね。自分の設定次第だよ。バカそうな会話だったな。いや地方の人もいっぱい来てたんですかね。まあそれはね、うん、中部地方といいますか。そうですね。いろんな各地から来てる、うん、東京からの人もいらっしゃるでしょう。うん、名古屋と意外と近いですかね。泊まりの方が多いでしょうね、名古屋に。そうか、時間帯的には。いやこのさ、やっぱさ、ライブ終わりのさ、なんか心地よい疲労感、うん、すごいよね。そして明日朝起きた時の体の重さね。そこはね、しょうがないですもん。いや
なんかめちゃめちゃやってますね、こうやって。え、みんなスピンポーズめちゃめちゃ俺もやってるからね。こうか、こうか、いろいろサイドスピンとか、ね、これもいいんですか、この。あ、上からスピン、上からスピン、あ、トップトゥーダウン、トップダウンスピン、スピンでーす。で、ここのダブルスピンっていうの、あ、ちょっとこれダブルスピン。携帯が、ダブルスピンの上下バージョンっていう、ここにハマってる。すげえ。斜めのやつ。斜めのやつ。新しいスピン。俺トルネードさ、トルネードスピン、トルネードスピン、トルネードスピン、まあ、手が逆になっちゃう。おお、やばいね。ワンハンドトルネードスピンね。ワントルダブルハンドトルネードスピンいけそうだよ。くだらねえ。ダブルハンド、あ、やばいやばい、だからダブルハンドやるとこうなっちゃうんだ。X スピン。あ、X ピンね。X ピンか。X ピンです。なるほどね。おー、それすごいわ。これ。それじゃあね。何するんですか。ちょっと。あ、やべ。ひし形スピン。あ、ぐちゃってはあ、疲れております。本当にね。あ、太一だ。太一が。え、太一か。太一が。俺のとこに来ないで。なんか笑いマーク。笑いじゃないか、泣きマークか。泣きマークして。太一も頑張ってくれてるんですよ。太一もだって昔から友達の大好きですから。この間、リュウジと太一とカラオケ行って、はい、あ、行きましたね。太一、レイニーブルー歌ってました。太一ってね、俺らのダンサーのやつでね、はい、俺のあの、アリーナのソロの時のリーダーですね。ね、はい、そうですね、うん、太一レイダー、いや楽しかったね、あれも楽しかったですね。レイニーブルー歌うと思う。なんか一文字一文字を大切にしてるレイニーブルー。確かにそうだった。なんでだっけ、なんか歌い方かな。歌い方っすかね。一文字をちゃんとこうしっかりやってましたね。ナオト何歌った。俺はね、響き歌いました。EXILE の、そう、EXILE 大好きな響きを、ね、歌ってた。俺あれ初めて歌ったから、あの場で、うん、へー、じゃあ俺は初挑戦者の聞けたってこと。そうそうそう。いや、俺はリュウジに歌ってほしかったんだけど。いや、俺だ大丈夫です。そうそう、普通に、あ、大丈夫です。いや、大丈夫です。結構素のテンションで言葉来たからさ。あ、本当に大丈夫なんだなと思って。だから、じゃあ、うん、まあ、俺歌うわ。いや、カラオケね。やったよね。これ毎回やってるんですか、インスタライブ、ライブ後。結構やってるんですか。いや、毎回やってない。いやー、俺、エリーリュウジのとこにエリーが来てるよ。あれ、あ、来たな。どうやって見んだ。俺どっちだ。あ、なんか俺多分変なボタンもしてるの。いやー、来週福岡か。すごい夏だよね。8月、すごいですね。ライブラッシュじゃん。ライブラッシュ。結構久しぶりな感じですね。うん。でももう半分ですね。4月から始まったツアーも。そうだね。もうすんげえ、ギャルみたいになってるから。めちゃめちゃギャルみたいになってるから。ほん
二人でどこか行くんですかって。どこでしょう。内緒だよ。内緒だよ。そんな、なおちゃんって書いてある。ちゃんなおって呼んで。ちゃんなお、千葉から来ました。ありがとうございます。あ、エリーだ。あれ、エリー来てる？来てますよ。リュウジって来ます。笑い。ひつまぶし食いたいね。ひつまぶし昼も食ったか。食べましたね。美味しかったですね。すごい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 。今すごいね、できてるよ。すげえ。テレビの中入ってるよ。おお、すごいすごい。なんかアーティスティックだね。へえ。すごい。アーティスティックすごい。なんか PV っぽい。名古屋といえば、昔リュウジと名古屋っ子なんかプロモーション来て、はい、初めてリュウジのひつまぶしデビューに立ち会ったよね。いやもう相当前の話っすね。デビュー当時だもんね。デビュー当時っすよ。ひつまぶし食ったことないっつったもんね。なかったっすよ俺。でなんか俺がついた嘘に。なんかまあその時エグザイルじゃないですか、やっぱり。だからまだ距離感もありましたもんね。ちょっとね、はい。直人さんと名古屋プロモーションだみたいな感じで、だから名古屋は B 級グルメが盛んだよみたいなこと言ってて、ひつまぶしっていうのはうどんのなんだっけ、うどんの何したっけ、うどん、なんかうどんの麺がなんかすごい、なんつうか、太い、太くしたものが3本でかい丼に入ってて、その上に生クリームをどっさり乗せて、あれ何でしたっけ、それでしたっけ。そんな感じ。マジ嘘のレベルが低い。いや、もうちょっと気の利いた嘘じゃないとダメだよ。とはいえめっちゃ信じましたからね俺。めっちゃ信じてたよね。めっちゃ信じてました。え、なんかひつまぶし知らないリュウジが可愛くてさ。でも結構いると思いますよ。まあまあまあそれはいるだろうけど。でもさ結構、はい、だって俺も23か。まあ知ってる人だと絶対多いですけど、俺地方とかもあんま行ってなかったんで。そうかそうか、うん、いやでも確かに東京であんまり食べれる機会ってないもんね。東京なんもないですよね。なんかうなぎは食べるけどさ、ひつまぶしってなるとちょっとなかなかね、うん、確かに。あ、横にもできるんだ。あ、横にできるんだ。じゃあそろそろですかね。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また会いましょう。ではまた福岡で。